日本神奈川県川崎市中原区刈宿刈宿は神奈川県川崎市中原区の町名。定番を持たない単独町名であり、2009年11月2日に住居表示が施行されている。郵便番号は211-0022。2010年の国勢調査時点での面積は27.5ヘクタール。中原区の南部に家漁用水の右岸に位置する。 土地は多摩川の中石定地であり、一帯は住宅地となっているほか、帝国通信工業や中小の工場が立ち並ぶ地帯でもある。北部を東海道新幹線が南端を東京都道神奈川県道111号大田神奈川線が通過している。仮宿は北端で木月住吉町と北東端で日経療養水を挟んで一の壺と東端で 高岳島だと南端でガス橋通りを挟んで大倉町や幸福新川崎と南西端で西、加瀬や幸福北瀬と接する。当地には古代に上理性が施行されたと見られており、また平野正門が当地に一泊したという伝承が新編武蔵風土気候に残るが当地が文献に登場するのは1559年の小田原州所領役長であり、 稲毛鹿島田狩宿とあったことから、当地が鹿島田の一部であり、また、狩宿と表記していたことが読み取れる。江戸時代の当地は狩宿村として一村となった。領主は旗本の杉田屋であったが、明和期に杉田家が断絶したことで就航され、天領となり、幕末に至っている。村高は、昭法年間の武蔵田園簿から、元緑豪朝、天保豪朝、 幕末の急行給料取り調べ庁まで200国と一定であった。推理は狩ア宿の北端でに毛領用水から分流していたが、考えに襲われることもあった。過重なスケ号の負担で生活が困窮したこともあり、副業として紙すきが行われていた。古紙を原料として地理紙を作るもので、最盛期には狩ア宿の42件中35件が手がけていた。 明治維新以降、当地は神奈川県に属し、行政上は刈谷戸村住吉村中原町川崎市と推移していった。明治中期頃から桃や梨の栽培が行われ、昭和期には野菜栽培も行われたが、1937年に東京航空景気が進出して以降、多数の軍事工場が当地に作られ、また川崎大空襲での被害も受けた。 工場建設に合わせて住宅も建設されたが、都心への利便性もあり、1956年以降に住宅建設が加速していった。その中には、県や市、住宅校舎などによるものも含まれ、また小学校も新設された。結果、当地の農地は、他地域より早いうちから姿を消していった。当地に平野正門が宿したことに由来すると伝わるが、 古代の鎌倉堂が玉川と交差する地点にも近いことから世紀の宿場でない宿があった地という見方もある。いずれにしても小田原州所領役長には仮宿とあり、江戸時代には仮宿へと転じている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 カリド八幡境内を横切る新幹線当地を東海道新幹線が通過するが駅はない。当地の南端を東京都道、神奈川県道111号大田神奈川線が通過している。川崎市交通局と川崎鶴見臨港バスが武蔵小杉駅や川崎駅などへのバスを運行している。帝国通信工業。ありがとうございます。